ネレトバ川、ネレトバ川、クロアチア語は、アドリアボンチ東部では、最大の河川である。大規模な、高さ15メートル以上の水力発電用のダム4、箇所と貯水池により治水されているが、自然美や多様な自然景観で知られている。川の生態系は、人口の増加や開発によって傷つけられている。ネレトバ川は、ボスニア・ヘルツェゴビナやクロアチアにとっては最も価値のある。 天然史として豊富な淡水資源となっており、重要なものとして認められている。ネレトバ川は、東のドリナ川と西のウナ川とサバ川の間に位置し、ネレトバ定地が含まれ飲料水の重要な供給源を担いる。水の供給システムでも、ネレトバ川は重要な位置を占め、ディナルアルプス山無地域も含まれ、特に多様な生態系や、動植物の生息環境、 植物症、動物症、文化的、歴史的以外にも自然美で重要とみなされている。ネレトバ川は、ボスニア・ヘルツェゴビナとクロアチアを流れるディナルアルプスの大規模なカルスト河川で、東側部分はアドリア盆地に含まれ、アドリア河川流域に属する。総延長は 230km で、そのうち 208km は、ボスニア・ヘルツェゴビナ領内を流れ、 残りの二二十キロメートルは、クロアチアのドゥブロブニクイコールネレトバ群を流れる。ネレトバ川の流域面積は一万三百八十キロメートルあり、ボスニアヘルツェゴビナ側が一万百十キロメートル、クロアチア側が二百三三十キロメートルをそれぞれ占めている。平均流量は、ボスニアヘルツェゴビナのジトミスリッチ、ジタミスリックで、秒速 233m、クロアチアの加工で、 秒速341メートルである。ネレトバ川の流量は、クロアチアのメトコビチで、定期的に統計が取れている。地理的、水門学的に、ネレトバ川は3つの区間に分けられている。源流は、ディナルアルプスの山海で、ゼレンゴナ山、レブルシュニク山のふもとで、グレデリ下の安部にあたる。川の源流は、海抜1227メートルで、 源流からの最初の流域区間は、ボスニア・ヘルツェゴビナの古日を流れる。ゴルニャ・ネレトバ、上・ネレトバを南から北へ流れ、その後ボスニア・ヘルツェゴビナの主要な河川が属する、ドナウ川水系の河川のように北から北西方向に流れていく。この区間は 1390km の流域をカバーしている。小日をまっすぐ流れていくと、川幅は少し広がり、広い谷間には、 豊かな農地を与えている。小日から少し離れると、ヤブラニツァに入り大きな人造湖であるヤブラニツァ湖やダムがある箇所にいる。第二の区間は、ネレトバ川とラマ川が合流する地点からで、小日とヤブラニツァの間に位置し、震度を急に南へ取る。ヤブラニツァから、ネレトバ川の流路は、大きな峡谷に入りプレニ山、チュブルスニツァ山、チャブリア山など壮大な山の急な傾斜を流れ、 海抜は800から1200メートルに達している。この傾斜地で力を得た川を利用し、ヤブラニツァとモスタルの間には3つの水力発電用のダム建設されている。ネレトバ川の幅が広がると、第二の区間は終わりになり、第三の区間に入っていく。時折、この区間は、ボスニア・ヘルツェゴビナのカリフォルニアと呼ばれることもあり、実際、この区間は、 ボスニア・ヘルツェゴビナとクロアチアにとってのゴールデンステートであり、ダムによる発電は重要な産業となっている。第三の区間は3 0トルでネレトバの流れは、中石のデルタ地帯を形成し、プロチェ付近でアドリア海に注いでいる。ネレトバ川の支流には、ラキトニツァ川、ブナ川やラマ川、クルッパ川の他にも多くの河川が含まれている。ネレトバ川の流域の自治体に潤ぐ、 コニツ、チェレビチ、ヤブラニツァ、ドレズニツァ、モスタル、歴史的な町である、ブラガイなどのボスニア・ヘルツェゴビナの町と、メトコビジ、オプゼン、プロチェなどのクロアチアの町が含まれている。ネレトバ川上流は上ネレトバを意味するゴルニア・ネレトバと呼ばれ、ネレトバ流域には多くの小川や泉、川近くの3つの大きな氷河湖など、 幅広く含まれ、トレスカビツァ山やゼレゴラ山に、多くの湖や、植物礁、動物礁などが広がっている。自然的な遺産と同時に、文化的な遺産も上ネレトバにはあり、ヨーロッパやボスニアヘルツェゴビナの貴重な、豊かな資産となっている。上ネレトバの水は、澄んで清らかで、クラス、アイピュアリティに分けられており、水温は7摂取8度と夏でも低い。 ゼレンゴラとレブルシュニクの麓で増えたネレトバの源流は、そのまま急流や滝となり、岩を削り600から800メートルにも達し起伏の多い地形を作っている。ボスニア・ヘルツェゴビナの町や村を流れてきたネレトバ川は、クロアチアでアドリア海に流れ込むが、下流域では、豊かな湿地帯であるデルタを形成し、ラムサール条約にもリストされ、国際的にも10である。 クロアチア下流域の定地では、ネレトバ川は、多数の流路に分かれ、約1万2000ヘクタールのデルタ地帯を形成している。クロアチアでは、流路の削減と埋め立ての計画があり、現在3つの流れに整備されている。以前は12の流れがあった。かつて点在している湿地、ラグーン、湖は、現在の平野からは消えてしまい、古い地中海湿地の断片のみが残っているのみである。 ネレトバ川のデルタ地帯を自然公園にすることも提案されている。現在、この地域では様々な生息環境があり、注目される美しい景色が広がっている。デルタ地帯の保存地域箇所は5箇所に上り全部で1620ヘクタールを占めている。保存箇所では、鳥類や魚類が保護され、景色も守られている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。